P-51 マスタング飛行する P-51D-5 な44から13,357号機 P-51 マスタングはアメリカ合衆国のノースアメリカン社が開発しアメリカ陸軍航空軍などで運用されたレシプロ単発単座戦闘機第二次世界大戦では 同世代機を圧倒する速力に加え、十分な運動性と積載量を有しつつ、戦闘機としては、長い航続距離や安定した高高度性能により、爆撃機の護衛や対地攻撃で活躍した。第二次大戦中の最優秀戦闘機と評された。愛称のマスタングとは、スペイン人によって北アメリカ大陸に持ち込まれ野生化した小型の馬のことである。 日本語では、ムスタングと表記する場合もあるが、本校ではより発音の近いマスタングに統一する。形状は機種に、V 型エンジンを搭載した、単発、主翼は、低翼配置、尾翼は型という当時の戦闘機で主流の、設計である。翼型やラジエーターの配置に工夫が施されたが、初期型は、凡庸な性能に加え、諸事情により、 短期間の設計であったため複数の問題も抱えていた。第二次世界大戦の半ばにイギリスのロールスロイスが開発したマーリンエンジンを搭載した後は性能が大幅に向上。それまで主力だったカーチス製の P-40、ウォーホークの後継機として導入が進んだ。実戦では、航続力と高高度性能を活かし、ボマーエスコートの主力として活躍した。 また実戦配備後もパイロットの意見を取り入れた改良により完成度が高まっていった。マスタングは様々な局面に対応できたことから最強の万能戦闘機、史上最高のレシプロ戦闘機とも評され、アメリカ軍でも第二次世界大戦中に使用した機体で最高と評価している。ただしマスタングが投入された時点で、航続距離、高高度性能、加速性、 運動性、火力のいずれにおいても同等もしくは上回る機体は存在していた。また、最高速度は、レシプロ機では最高クラスであったが、すでに世界初のジェット戦闘機である、メッサーシュミット目262が実用化されており、同世代機で最強とされる性能はない。しかしマスタングはこれらを一定水準で満たしながら、より低コストであり、なおかつ、 アメリカ軍が必要とした時期に登場したことが最優秀と言われるゆえんである。航空業界では後発だったノースアメリカンは練習機としてアメリカ陸軍航空隊の他数カ国に採用されたナス1 6の開発により、単発機の開発能力は証明されていたものの、戦闘機の自社設計は初めてであった。 P-51 の成功により躍進し、第二次世界大戦後もアメリカ軍に練習機や戦闘機を多数納品した。1939年に第二次大戦が勃発して、すぐにイギリス及びフランス政府は共同でニューヨークのマンハッタンにサーヘンリーセルフを長とする英仏購入委員会を設立した。この委員会はドイツによるフランス占領後は、 イギリス単独の機関となった。セルフが抱えていた多くの仕事の中には、イギリス空軍のために、アメリカの戦闘機製造を組織化することも、含まれていた。この時点では、完成しているアメリカ製航空機には、ヨーロッパの水準に達しているものは、皆無だった。P-40 は、要求に近かったが、工場は、最大限稼働していたにもかかわらず、供給は、不足していた。 1940年2月25日、セルフは、ノースアメリカンの社長である、ラッチ・キンデルバーガーに、カーチスからライセンス供与を受けて、P、B-40 を作れないかと尋ねた。ノースアメリカンはすでに、イギリス向けの練習機、ハーバードアイを生産しており、その品質は、イギリス空軍でも高く評価されていた。3月のある日の午後、キンデルバーガーは、 主任設計士のエドガー・シュミュードに相談した。シュミュードはかねてから戦闘機設計の構想を抱いていたため戦闘機の自社開発はできると答えた。キンデルバーガーのヘンリーへの回答はノースアメリカン社は同じエンジンでもっといい航空機をより短い製作期間で初飛行させることができるというものだった。委員会では P-40 に採用されている 12.7mm 機関銃を4丁、ユニットコストは4万ドル以下という条件を設定。5月29日にはノースアメリカンとイギリス空軍の間に契約が交わされた。1940年3月からな7 3開発計画が開始された。な7 3には以下のような特徴があった。 F-51D の胴体側面についた排気ガスの流れた痕跡。翼の中ほどまで続いている。翼型は、槽流の範囲を大きくすることを意図し、ノースアメリカンが中と共同開発した槽流翼を採用した。翼が厚くなることによる効力の増大を抑え、高速時は有利となるが、失速特性が悪いので、 ドッグファイトが避けられない戦闘機にはあまり用いられない。翼の厚みにより膠着装置、機関銃、弾薬、燃料を収納するのに十分なスペースを確保し、よくかに武装や造装を搭載できる強度も確保できた。機体下部、主翼付近にラジエーターダクトを搭載し、機体の空気抵抗低下と冷却効率の両立を図った。また単なるダクトではなく、 メレディス効果により、水力を発生した。ダクト流入口は乱流を避け効率化のために、丸い円を持たせ、さらに機体から約7センチメートル離し、前方へ突き出す形で設置することで機体に沿う、空気の流れに乱流が起きることを防いだ。ダクト工法は、フラップとなっており、メレディス効果が発揮されない条件では閉じている。膠着装置を下ろすと、 車輪部分のカバーがダクトの前方にかかってしまうためカバーだけを畳む機能も追加したダクトの途中にあるオイルクーラー用のフラップも用意されており高温になると開くようになっている設計段階から生産効率を考慮し機体は大きく5分割して製造し最終工程で結合するブロック工法を採用工場では 自動車の生産手法を取り入れた工程により製造期間を短縮した。マスタングの水平安定板は左右一体に作られ昇降打を左右共通にすることで生産性の向上が図られた。また、胴体への固定は垂直安定板で挟み込む独特の方式を採用。さらに垂直安定板はエンジントルクに対処するため、 機体の中心軸より一度オフセットされていた。アメリカ陸軍航空隊は当初は全く興味を示さなかったが、後にナマイナス73の性能に注目した。ウソフはこの売買を禁止できる権限を有しており、最終的に英国空軍に機体を納入する代わりに、ウソフに無償で2機のナマイナス73を提供することで決着した。 ナマイナス73は1940年10月26日に初飛行を行った。計画立案から9ヶ月未満という驚異的な短期間での完成だった。全体的に操縦性は良好だった。機体の内部構造は膨大な量の燃料を搭載できた。ナマイナス73は機種に2丁の 12.7mm 機関銃。 さらに2丁の 12.7mm 機関銃と4丁の 7.62mm 機関銃を主翼に備えていたが、同時代のドイツ戦闘機 FW190 のプロトタイプの場合、4門の 20mm 航空機関砲と2丁の 7.92mm 機関銃を搭載できるため、当時としては軽武装の部類に属するものだったプロペラは、 カーチスエレクトリックの3枚プロペラが採用された。初飛行からすぐに、海面高度及び低高度での性能は大変高い、ものの高高度での性能が、他のヨーロッパ機に及ばないことが判明した。これは、P、P-40 と同じ、アリソンエンジン車製 V-1710 エンジンを採用したことによる。このエンジンも、英国のロールスロイスマーリニエンジンも、 機械式スーパーチャージャーを装備していたが、当時すでにマーリンが2段2足下球機を搭載していたのに対して以前として1段1足下球機であり、高高度の希薄な空気に十分に対応できなかった。当時のアリソン社は、ゼネラルモーターズのベンチャー部門とも言える、新興企業であり、技術者は25名程度しかおらず、 二段二足下級機の開発にまであまり手が回らないのが実情であった。また合衆国陸軍航空隊は1917年よりゼネラルエレクトリックにターボチャージャーの開発を進めさせており、下級機付きエンジンにターボチャージャーを組み込んで航空性能を確保する方針だった。アリソンは後に二段二足下級機を搭載した改良型の開発に着手し、 パッカードでの2段2足下級機型マーリンと、ほぼ同時期に生産できるようになり P-63、F-82 に搭載された。また、これを搭載した試作機、XP-51J も作られたが、第二次大戦が終結したこともあり、正式採用されずに終わっている。約610機のマスタングマーク、I が、イギリス空軍に送られ、 1942年3月10日に初の出撃を行った。航続距離が長く、低空性能に優れていたため、これらの機体はイギリス海峡付近での地上攻撃や写真偵察に好敵で大活躍する。しかし、高高度では性能低下が大きく、対戦闘機戦闘に使うつもりはなかった。マスタングマーク IA は性能向上を意図して、 機種の機関銃を廃止し、主翼の機関銃を20ミリメートル機関砲4門に変更したタイプで150機が生産された。アメリカ陸軍航空隊の後ろ身であるアメリカ陸軍航空軍は、マスタングマーク IA のうち57機を引き取り P-51 の名称で実戦部隊に支給し、後に大多数がカメラを装備した偵察機 F-6A に改造された。 同時に A-32 の完成が遅れていたため、対地攻撃機に大きな興味を示すようになったウソフは A-36 を発注した。これは6丁の 12.7mm 機関銃とダイブブレーキを備え、500ポンド爆弾を2つ搭載するものだった。その後間もなく A-36 からダイブブレーキと機種の機関銃を取り外し、戦闘機とした。 A 型が発注された。P-51A は、エンジンの馬力強化と新型スーパーチャージャーの採用によって低高度性能が向上しており、主に高高度性能の低さが問題にならない、中国、ビルマインド方面の第10航空軍に配備された。P-51A を元にした、偵察機型は F-6B と呼ばれた。P-51A は、 イギリス空軍にもマスタングマーク2の名称で採用されたが、間もなく周りにエンジン搭載機が配備され始めたため50機という少数の配備に終わった。マーク IAA-36 が発注されたのと同じ頃、ロールスロイスの技術者やテストパイロットがマスタングを調査した。彼らは素晴らしい機動性と膨大な燃料搭載量に感銘を受けた。当時、 ロールスは、マーリンエンジンのシリーズ60の生産を開始していた。これは、アリソン製エンジンと同程度のサイズと重量でありながら、はるかに優れたスーパーチャージング技術が適用されており、それに見合う高高度性能を発揮できるものだった。エンジンの出力増加に対応するため、プロペラはより大型のハミルトンスタンダード製の4枚に変更された。 P-51 の機体と周りにエンジンの組み合わせた機体は当初、XP-78 と命名されたが、ほどなくして P-51BP-51C に変更された。カリフォルニア州イングルウッドで作られた機体は B、テキサス州ダラスで作られた機体は C と区別された。この新たなバージョンは、 イギリスに基地を置くアメリカ陸軍航空軍の第8、第9航空軍とイタリアに出撃基地を持つ第12、第15航空軍の合わせて15の戦闘航空軍で使用された。イギリス空軍では P-51B、C ともにマスタングマーク3と呼称した。また、偵察機型 F-6C も存在した。ヨーロッパ戦線での P-51B、 C は主に、ボマーエスコートに使用された。1943年末頃から、P、P-51 が爆撃機の長距離超えを開始したことにより、ドイツ領奥地での爆撃が可能となった。B、C 型は、航続力と速力は素晴らしかったが、12.7mm 機関銃4丁という、火力の低さと、後方視界の悪さが、イギリスのパイロットたちに不評であった。 そのため、機関銃は後に D 型と同じ6丁に増設された。また、後方視界改善のため、マルコム社がスーパーマリンスピットファイアのキャノピーに似た、セミバブル型のマスタング用キャノピーを作ると、多くのパイロットが自分たちの機体に取り付ける、現地回収を行っている。ただしスピットファイアや、 D 型に採用されたキャノピーほどの効果はないため、空気抵抗の増加で速力が落ちることを許容し、キャノピー上部にバックミラーをつける、現地回収も行われている。従来のアリソン製エンジンでは、高高度性能が不足していることが明らかとなり、様々な改良案が検討された。中でも1942年4月にロールスロイス社が5機のマーク IA に、 マーリン61を搭載した実験機マスタングマーク X をテストしたところ速度、高高度性能、航続距離は最新のイギリス製戦闘機を含め同世代機を圧倒した。マスタングマーク X はアメリカ側にも引き渡され高性能を目の当たりにした関係者は正式採用を決定、調整を行った D 型が誕生した。 エンジン供給問題を解決するためマーリン66を V-1650 から7として製造するためのライセンスがアメリカのパッカードに売却された。パッカードでは一段下級機型の V-1650 から1が生産されていたが、パッカードでの生産のシリーズ60相当への転換に合わせ V-1650 から7を 積んだマスタングの生産は1943年5月から開始された。D 型は課題となっていた後方視界についてコックピット後部胴体を低くし新たにフォーカー台風で採用されていた枠のない水滴型キャノピーを取り付けた。これにより優れた全周視界を提供した。その一方でコックピット後部の胴体断面積が減少し 横方向の安定性が低下した。これを改善するため D-10 で動作ルフィンが追加された。こうした背面の設計変更は乱流の増加による速度低下をもたらした。対策としてリベットをパテで埋め、機体表面を磨き上げる仕上げを採用した。火力不足を補うため新たに2丁の 12.7mm 機関銃を増設し、 計6丁の機関銃を主翼に装備した。D-25 では翼下にレールを追加したことで 127mm ロケット弾を携行できるようになり、対地攻撃で成果を発揮した。C 型までは能力色の明細と形状からメッサーシュミットボーイフレンド109に類似しており、遊軍の対空砲火に誤射されたり、多機種で編成された遊軍機に攻撃される事件があった。 D 型でバブルキャノピーへ乾燥された後は塗装をクリアドープにしたことでインベージョンストライプが目立ったこともあり同う打ちもなくなった。なおイギリス空軍は能力と灰色の二色迷彩を採用した。陸軍航空隊はプロペラの生産が追いつかないことを懸念しアルミソリッド削り出しのエアロプロダクツ製プロペラを採用した K 型を発注した。 エアロプロダクツ製プロペラは、中空構成のハミルトンスタンダード製プロペラより、軽かったが、振動による故障が、相次ぎ生産が遅れたため、1500機製造した、時点で打ち切られた。594機は、イギリス軍に引き渡され、163機は、偵察型の F-6K となった。D 型と偵察機型 F-6D は、シリーズ中で、 最も生産機数の多いタイプとなった。この新型は1943年7月に P-51D 型と命名され、空軍により2500機の発注がなされ、前線への配備は1944年3月から開始されたため、同年6月6日からのノルマンディ上陸作戦にちょうど間に合った。イギリス空軍でも1945年から D K 型が配備されマスタングマーク4と呼称された。オーストラリアでは CAC によるライセンス生産が行われたが、配備開始は終戦後となった。P-51 のプロトタイプな -73 は、ウソフの荷重倍数基準 7.33G で設計された。強度は十分だったが、イギリス基準の荷重倍数。 5.33G で設計した場合よりもかなり重くなってしまった。ウソフとイギリス空軍の双方が P-51 をスピットファイア並みに軽量化する計画に興味を示した。これによってマスタングの性能は大幅に向上すると期待された。このためエッジ型とプロトタイプはライトウェイトムスタングスとも呼ばれる。新たに 社内名な -105 と名付けられた、この機体計画において、P-51D を軽量化した、XP-51F エンジンを、マーリン RM14SMS に変更した、XP-51G、アリソン V-1710 から119を搭載した、XP-51J などがテストされた。これらのモデルは高性能であったが、 そのまま量産には至らず、実験成果が H 型に生かされた。最終生産型となった H 型は、新型の V-1650 から9エンジンを積んでいた。これは、マーリンエンジンの改良型で、より高度なスーパーチャージャー制御機構と、水メタノール噴射装置によって、最大出力は 2000HP に達した。プロペラは、振動問題を解決した。 エアロプロダクツ製の改良型が採用された。最終的に数百ポンドの機体軽量化、出力の増加、ラジエーター形状の改善によって H 型は9430ポンドに高度6919メートルで時速759キロメートルに達することができた。それまでの多くの方が抱える欠点であった。 方向安定性を改善するため、製造途中から垂直尾翼が高くなった。日本への進行作戦において、すべてのモデルを H 型によって置き換えウソフの標準戦闘機とすることが計画されていた。555機が生産された時点で終戦を迎えたため、残りの1845機はキャンセルされた。 太平洋戦線から戻った機体は周辺に回されたがほとんど使われないまま打撃した。生産数が少ないことに加え民間に放出された機体も人気の高い D 型の部品取りにされるなどしたことから減損数は少ない。当時最先端の総流翼と徹底した空気抵抗の低減により高速性能と航続距離を上昇させた。当時の航空機の生産体制は 個人が工房で製作していた、黎明機と変化はなく、外板を取り付けた後に配線類を取り付けるなど、非効率的な手法が当たり前だった。キンデルバーガーは、マスタングの開発前に、アメリカやヨーロッパの航空機と自動車の製造工場を見学しており、より効率的な自動車生産の手法を取り入れるべきだと主張した。キンデルバーガーの意見は、 設計段階から反映されることになり、性能と生産性を両立した機体となった。機体は五分割の設計となり、各工場で製造した部分を最終的に結合する、ブロック工法となっている。主翼の中央がそのまま、操縦席の床となる、水平安定板を、左右一体とした上で機体と垂直安定板とで、挟んで固定する、肉抜き穴は、 配線や配管類を通しやすいように配置するなど、部品点数や作業量を減らす設計となっている。製造工程においても、各部分を担当する工場では、配線や配管類はあらかじめ取り付けておく。リベットは空気抵抗は少なくなるが工程が複雑となる。皿頭ではなく丸頭を採用するなど、生産効率を上げるため合理的な生産手法を、 取り入れたことで、生産数は、最大で1日に22機に達した。操縦席は、余裕があり、暖房も完備されていたが、周りにエンジンは、騒音が大きく、操縦席からエンジンが離れているため、比較的静かな、P-38 から、機種転換したパイロットには、当初不評で、特に上昇時に、スーパーチャージャーが発する騒音は最後まで慣れないものが、多かった。 洗練された空力設計とマーリンエンジンの能力により、同世代のレシプロ機としては、最速クラスの最高速度を有していた。最高速度については、アメリカ軍が1946年4月2日から5月10日にかけて、ペンシルベニア州のミドルタウン航空兵団部で、各国の戦闘機の試験を行った。高度6 9 6メートルにおける、 速度試験では、マスタング、P、P-47D、日本軍の4式戦闘機をテストしたが、結果は4式戦が、時速 687km、マスタングが、時速 682km、P-47D が、時速 652km と、時速 5km であるが劣っている。またジェット機のメッサーシュミット目262は、 時速 870km を発揮するため、追従は難しかった。加速力については、1945年2月、中国戦線の観光にて、第51戦闘航空軍、第26戦闘飛行隊の、サミュエル・マク・ミラン・ジュニア将尉の C 型が、日本陸軍の大空砲火で被弾、不時着しろ隠された。 陸軍航空審査部は飛行実験部戦闘隊の陸軍順位2名を派遣、同地にて飛行可能な状態まで修理し、3月にはベテラン操縦者である三本越次順位の操縦により、審査部のある多摩陸軍飛行場に空輸、改めて本格的な調査が行われた。陸軍航空審査部では同様に路角していた P-40E、ドイツから輸入した。 フォッケウルフ FW190A-5、3式戦闘機及び4式戦と、加速力と全速力の比較を行っている。高度5000メートルで、横一列に並んだ5機は一斉に、水平全速飛行を実施。最初の数秒で、トップに立ったのは、FW190A-5 だった。3分後に、C 型がこれを追い抜き、 疾風も FW190A-5 との距離を縮めた。5分後にストップをかけた時には、マスタングは、はるか彼方へ、ついで疾風と FW190A-5 がほぼ、同じ位置、その少し後に、被炎、さらに遅れて、P、P-40E という順だった。その後、マスタングは飛行実験部戦闘隊のパイロットが、登場し、内地の、 核防空飛行部隊機を相手とする巡回戦技指導に用いられたが7月に発電機不調によって飛行不能となり日本製部品では修復が不可能だったため放棄されたこのように最高速度加速力ともに優秀ではあったが最高ではなかったしかし四式戦はアメリカ軍のテスト時には100億単140グレードの ガソリンとアメリカ製の点火プラグに変更し、武装を撤去して 3397kg まで軽量化するという理想的な状態でも、時速 687km が頭打ちであり、目260にはエンジンが不安定で加速に時間がかかるという欠点があった。これに対しますタングは、高度 7600m で時速 703km。 というカタログスペック通りの性能を安定して発揮できることが利点だった。設計段階から航続力を重視しているため、左右の主翼付け根付近にメインタンク、胴体後部に補助タンクを備えており、ドロップタンクにも対応している。ドロップタンクとの組み合わせで総容量は1851リットルとなり、航続距離は 3000km に達するなど、 P-47 の初期型やスピットファイアでは不可能だった長距離の護衛任務を可能とした。敵地上空で迎撃機と戦える時間が長くなり、パイロットは心理的余裕を持って戦えた。また時間的余裕を生かし爆撃機から離れた位置攻撃も可能となった。燃料は110、130グレードが推奨されているが、アメリカでは 量質ともに不足なく供給が可能であった。ドロップタンクは金属製の75ガロン型と110ガロン型、樹脂で強化した紙製の108ガロンに対応しているが、武装の重量もあるため通常は75ガロン型が使用された。補助タンクは気化した燃料がキャブレターから戻る先になっていることや、残量が25ガロン以上で、 飛行特性が変化し40ガロン以上で、軌道飛行に制限が発生することから、マニュアルでは先に補助タンクの燃料を使うことが推奨されている。マーリンエンジンは、カタログスペック通り9000メートルでも安定した、性能を発揮し、高高度を飛行する B-29 に随伴することが可能となった。また機体も高速。 高高度で運動性が大きく低下しない設計であり、高速域での運動性や高高度性能が劣る日本軍機は爆撃機の迎撃において対策に苦慮した。当初の 12.7mm 機関銃を4丁という装備は同世代機に比べ軽武装であった。ジャイロを内蔵した小準機の命中率と合わせれば十分というパイロットもいたが、 防弾性能の高いドイツ軍機と戦う欧州戦線のパイロットの多くは火力不足と認識していた。日ノキ兵は一式戦闘機に登場中に C 型との空戦で被弾し右足を切断したが墜落を免れ機頭に成功しているなどさほど重装甲ではない機体を仕留めきれない事例も報告されている。また照準機を搭載すると前方視界は さほど良好ではなく、運動性の高い日本軍機を捉えられず無駄打ちし、玉切れになった事例も報告されている。対策として、D 型では1 2 7ト、mm、ルを6丁に増設した。内側の4丁は、それぞれ380発、外側の2丁は、それぞれ270発の弾薬を有していた。機銃は4丁のまま弾薬を多く積むことも可能で、 軽量にしたいパイロットはこちらを選択した。これでも、同世代機では、標準的な火力であり、ドイツ軍のパイロットからは1 2 7ト、mm、ル機関銃を8丁装備した、P、P-47 や、2 0ト、mm、ル機関砲2門と13がミリメートル機関銃2丁を備えた、FW190 と比較し劣るという評価もある。また、日本での機銃装車では被弾した。 民間人が戦後も生き残っている例があり、対地攻撃でも、機銃の威力はやや不足とされる。くかのハードポイントには1000ポンドまで搭載可能で、500ポンド爆弾にも対応している。他にもレールを介して6から10発の 127mm ロケット弾を携行でき、対地攻撃で威力を発揮した。ただし、積載量は、 p-47 に比べたい大きくをっている。この他にも4.5インチのロケットランチャーを3本、束ねた M10 をよくかに2本吊るすことも可能であった。総合的な火力は高い方ではないという評価が多い。ものの、同じ機体が無改造で、爆撃機の護衛と対地攻撃を両立できることは大きな利点であった。エンジンの前と操縦席前後に、 防弾板を備えており、アメリカ軍の要求を満たしてはいたが、複雑なスーパーチャージャーを搭載した、V 型駅霊エンジンであるため投影面積が大きく、被弾に弱い設計となってしまった。実戦ではパイロットが無事でもエンジンの被弾で墜落することが多く、1 2 7ト、mm、ル機関12丁の一式戦に撃墜された事例もあるなど、 p-47 などに比べれば撃たれ弱いという印象が持たれていた。初期型では強度の不足が指摘されている。飛行する d 型とスピットファイア高速度における性能を重視した翼型のため失速特性が悪く低速度域での格闘戦においては不利となる。ドイツ軍からは低速ではスピットファイアと比べ劣ると指摘され、 運動性能を重視した日本軍機との空戦では、格闘戦に持ち込まれ撃墜される事例が多く、報告されている。このためパイロットは格闘戦に巻き込まれないように、速力を生かした一撃離脱戦法やサッチウィーブなどの連携戦術を主軸とするようになり、同じエンジンを搭載しながら弾力系により、良好な運動性を得たスピットファイアとは対照的な特性となった。 一方で、坂井三郎は、戦後に、複座型の TF-51D を操縦する機械を得たが、高速で舵が効かなくなる冷戦と比較し、中速度域での操縦性の良さや高速でも、思うように動くことを評価しており、高高度や高速時にも運動性が低下しない特徴があった。必然的に低速となる着陸時には、 失速速度になる前にできるだけ滑走路に近づけ、常に余裕を持って3点着陸することが推奨されている。中高速度域での運動性能は良好で、マニュアルでは、シャンデル、ウィングオーバー、スローロール、ループ、インメルマンターン、スプリット S といった基本的な空中戦闘機動は可能である。ただし、スナップロールはスピンするため非推奨となっている。 またキャブレターの制約により背面飛行は他の米軍機と変わらず10秒以内に制限されていた。この他にも補助タンクの残量が25ガロン以上で飛行特性が変化し40ガロン以上で機動飛行に制限が発生することからマニュアルでは満タンの状態で1から2時間飛行して特性の変化になれることが推奨されている。タスキーギーエアーメンに 初めて配備された際には、マニュアルの確認を怠ったパイロットが、墜落事故で死亡している。基本的には満タンで離陸するのは長距離の護衛任務時であるため、この状態での軌道制限は、問題とされなかった。日本陸軍航空部隊の黒江康彦は、中国戦線で露角された。 C 型を借り、仮想的機として、日本各地の本土防空飛行部隊機と模擬空戦を行ったが、黒江は、この際、味方が自信を喪失しないため性能をすべて引き出さなかったという趣旨の発言を行っている。また黒江が操縦する C 型と三式戦の、模擬空戦では三式戦が負けているという証言があり、黒江のようなエースパイロットであれば格闘戦でも、 十分に戦えたとされる。第二次世界大戦中に主力であったパイロットは、早期育成のため経験が浅く高度な技量が、必要な格闘戦は難しいが、それまで、ボマーエスコートの主力であった、P、P-38 では事実上不可能だったことに、比べ大きな進展であり、高速ながら、運動性能が低い目262に対しては、 格闘戦で対抗することが可能となった。戦闘機による爆撃機の護衛が必要なことは明らかだったが、当時配備されていた P-38 ではドイツ軍の戦闘機に対し有効とは言い難く、P-47 の初期型では航続距離が不足していた。その点、マスタングはドイツへの往復飛行の前工程にわたり爆撃機の護衛が可能だった。 マスタングの登場により P-38 は、対地攻撃と偵察に集中することとなった。当初は護衛戦闘機として導入されたが後期には、対地攻撃にも使用され、戦闘爆撃機のような運用が行われた。現代では、装備を変更するだけで、制空、護衛、対地攻撃に対応できるマスタングは、マルチロール機の初期の例との評価もある。 度重なる改良でも、基本設計に由来する欠点は解消しきれず、改良の度に別な問題が発生するという、対象両方的な改造が続いたが、運用側が、爆撃機の護衛と、対地攻撃に任務を集中し、空戦では、無線での連携を徹底することで対処した。また、P-38 のような一撃離脱戦法に、 加え技量次第では格闘戦も可能となったことから、同じ機体を使いながら、運動性能の高い機体には一撃離脱戦法を、運動性能が劣る機体には格闘戦を仕掛けるという戦術が可能となった。後続距離が長く操縦しやすいため、パイロットは心理的余裕を持って戦えたことで新人からも多くのエースパイロットが生まれた。整備性が良好で、 生産効率が高く低価格であるため整備士や上層部など地上勤務者からの評価も高い。マスタングのアメリカにおける評価は非常に高く、アメリカ海軍の F8 海と並び第二次大戦中の最優秀戦闘機、最強のレシプロ戦闘機とも評される。実戦前に終戦を迎えたことに加え艦上機のため、 目撃者が限られる F8 回に対し、近接航空支援でも活躍したことから、地上部隊からの知名度もあり、戦後には勝利の象徴として、引き合いに出された。日本陸軍では南方に展開していた航空部隊が最初に遭遇したが、高温多湿の環境下での低空という条件では、格闘戦を重視した一式戦に対抗できず多くの被害を出している。 初の撃墜は1943年11月25日に一式戦に登場した日の木予兵によるものである。1944年5月30日に一機の A 型が川津市付近で日本陸軍に露飼されており、こちらも試験飛行が行われている。また敗戦間近の1945年7月15日に第21戦闘航空軍第531 戦闘飛行隊のヴィンセント・エー・グアディアーニ隊員が登場した D 型ガが冷戦との空戦で被弾し、千葉県葛飾軍の水田に胴体着陸し原型をよく留めた状態で露飾されている。戦闘機には旋回性能、加速力などを重要視し、個人の技量による共衛戦を得意とした日本軍の操縦者間において純粋な格闘性能では冷戦や、 一式戦に劣るものの、それなりの運動性能を中速度でも発揮できることに、加え、圧倒的な速度と高高度性能を有する、マスタングは、重装甲の F6 回と、並び、なかなか手ごわい敵機との評判であった。多数のマスタングを撃墜し、マスタングキラーと称された。 若松みゆきなど、エースパイロットの活躍はあったものの、基本的には格闘戦を酒一撃離脱戦法に、徹するため未熟なパイロットには、簡単に撃墜できる相手ではなかった。また、防空部隊にとっては、高高度で性能が低下する日本軍機に対し、高度の影響が少ないという厄介な相手であった。 B-29 迎撃のため高度を上げすぎ、運動性が低下した冷戦の後ろを取ったという、パイロットの証言もある。日本軍のパイロットからは、総合的に見て、C 型は3式戦に勝るが5式戦ならば、互角という評価がなされた。アメリカ軍は、日本本土空襲において、B、B-29 の護衛としていたが、 対戦末期に組織的な迎撃が不可能になったと判断し任務を第一攻撃に切り替え爆撃機から離れ低高度まで侵入する許可を出した。当初は工場や鉄道などインフラを狙っていたが次第に漁船や家屋など徴用された可能性のある目標を攻撃し最終的には走行中の自動車や民間人を直接機銃操作するようになった。 顔が見えるほどの低空で飛来し、動くものはすべて狙う、というマスタングは、絨毯爆撃を行う B-29 とともに、民間人にも知られた存在であった。これらの様子は搭載された、ガンカメラにより記録されている。1948年に、アメリカ空軍全体にわたる、命名規則一新計画によって、正式名 B-51 から、 F-51 へと変更された。偵察機型も同様に RF-51 へと変更された。1948年1月8日、アメリカ空軍ゴドマン基地所属のトーマス F マンテル隊が操縦する F-51D が UFO を迎撃し墜落したとされるマンテル隊事件が起きている。ただし、事件の概要には諸説がある。 F-51D は、朝鮮戦争の間、戦闘機としては旧式化していたものの、戦闘爆撃機や、対地攻撃機として使用された。新型でより高速の F-51H は、軽量化のため強度が、犠牲になっていたことに加え、生産数が少なく実戦向きの補給、整備は困難とされ、使用されなかった。当時、 すでにジェット戦闘機が登場していたが、対空時間が短く、敵地上空に長居できないため、レシプロ機は重宝された。F-51 も対地攻撃に使用されたため、ペイロードの搭載量が着目され、速度性能はさほど問題にされなかった。アメリカ空軍最後の機体は1957年に退役している。 戦後余剰となった機体が西側で新設された空軍へ供与された。採用国は大韓民国、中華民国、インドネシア、フィリピン、ニュージーランド、オランダ、スイス、エルサルバドル、キューバ、ドミニカ共和国などがある。特にドミニカ共和国空軍は1984年まで現役であった。中国共産党は六角した機体を 東北民主連軍に設置された航空学校の練習機として使用していた。供与された国の多くは短期間でジェット戦闘機に置き換えたため、大半は実戦を経験せず退役し博物館に送られた。このため、世界各地の博物館で状態の良い機体を見ることができる。イギリスでは自国のエンジンを搭載した独戦で活用した戦闘機であるため、あえて、 アメリカ軍機を展示している博物館もある。実戦使用された例としては、イスラエル空軍は1948年の第一次、中東戦争と1956年のカデッシュ、作戦に、払い下げの D 型を使用した。また、1969年のサッカー戦争では、エルサルバドル空軍の F-51D と FG-1D が、 ホンジュラス空軍の F4U-5 と、レシプロ戦闘機同士の最後の空中戦を行った。エルサルバドル空軍機は、ホンジュラス空軍機に撃墜され、レシプロ戦闘機同士の空中戦における最後の敗者、という不名誉を負うことになった。戦後は過剰となった機体の一部が、民間に払い下げられ、スポーツ機として利用されていた。現代でも、航空ショーやエアレースなどでは、 復元機や改造機の飛行を見ることができる。また、アメリカ軍の航空祭などでも頻繁に飛行している。新造された部品でレストアされた復元機も多いが、ほぼオリジナルの部品で飛行可能な状態に保たれた機体もある。P-51 の情報サイトでは2017年7月時点で295機が減損し、174機が 飛行可能となっている。アメリカでは第二次世界大戦の勝利に貢献した傑作機として人気が高く、特に D 型は生産数が多いこともあって多数の期待が残っており、多くの戦争映画では本来 B、C 型や P-47 を使うシーンであっても大役として飛行することがある。また博物館だけでなくポールアレンや トム・クルーズなどの資産家がコレクションとして保有していることがあり、特にポール・アレンの所有機はフライング・ヘリテージコレクションにて公開され、定期的にデモ飛行を行っている。また民間に放出された K 型や H 型も人気の高い D 型に改造されたり部品取りになっていることが多い。トム・クルーズが所有する D 型も F-6K を改造した機体である。 トランスフロリダ社が戦後に放出された P-51 を回収して複座の民間スポーツ機として販売したもの。同社は1967年にキャバリア社に名称を変更したが民間型を再びグニオ型とした練習機やコイン機、軽戦闘機も製作された。軽戦闘機型はボリビア空軍が、コイン機はインドネシア空軍が採用した。 アメリカでは愛好家向けとして2000ドル程度で購入できるキット機が多数販売されている。多くはに3サイズの縮小レプリカで低出力のエンジンを使用しているが、現代の航空法に適合しており、自家用操縦士の資格のみで操縦できる。総生産機数15,675機。これは P-47 に次いで、 米国製戦闘機中では、第2位。戦闘機型のほかまたザレン州型、偵察型、高速輸送型など様々な派生型が製造された。FJ-1 フューリーは戦後のオスアメリカン社が開発したアメリカ海軍向きの関西ジェット戦闘機である。これは、P、P-51 の主翼と尾翼をそのまま流用し、胴体のみ。 ジェットエンジン搭載の新設計のものに変えた機体である。そのため、P-51 のジェット化バリエーションとも解釈でき、そのように紹介される場合もある。開発当初は、画期的とされた、送流翼形式の主翼であったが、第二次世界大戦の終結後に、ドイツで研究されていた後退翼が採用されると、送流翼は陳腐化してしまった。 発展型の F-86、FJ-2 から4位は、新設計の後退翼の採用によって、素晴らしい高性能を得たが、P-51 との共通部分は解無になってしまった。その後ノースアメリカンが開発した、練習機 T-2 バックアイは、FJ-1 の主翼を流用しており、P-51 の末裔と考えることもできる。現存する。 p-51 のうちの3期左から44から72773数字44から73149フォーローシャスフランキー43から25147プリンセスエリザベスゲンソンキリストありがとうございます